今から、共に心を合わせて主に、近づいていきましょう。また本当に主の御名を通って本当に喜び持って、主を賛美していきたいと思います。皆さんどうぞお立ち上がりください。共に喜び持ってまず本当に主を褒めたたいていきましょう。Yeah.
地にあること、本当に褒めたたえます。あ、喜び持ってもう一度、共に1曲目から賛美していきましょう。拙い賛美だけれど心こ
主を歓迎していきましょう。
Yeah.
ス様、そうです。あなたこそが義の太陽、光なるお方。あなたが私たちの心を照らし、私たちの教会を照らし、そして本当にこの時代を照らされる誠の光であられることを感謝します。今この賛美の中で一緒に祈りたいと願いますが、今日この義の太陽なるお方が私たちの心に光を灯してくださいますように、それを通して私たちの罪、私たちの本当に主に従わない性質、それは溶け去り、そして私たちの中の暗闇に主の希望の光が照らされていくこと、今共に心を整え主の御前に出ていこうではありませんか。義の太陽なる主が今日特別に私たちに新しい思いと新しい清さ、新しい主の真実さを表してくださることを感謝したいと思います。今それぞれの言葉を持ってぜひですね、皆さん叫び声を上げて祈るときに何が起こるのでしょうか。私たちの心が大きく開かれていくようになります。それなのでこの義の太陽であられるイエス様の皆を今大きく叫んで、主の御前にどうか義の太陽であられるイエス様、私の心を照らしてください。あなたは暗いところが一つもありません。同じように私の心の中にも暗闇が一つもなくなるように、どうかあなたの光を照らしてください。その願いを持って一緒に祈ろうではありませんか。共にイエス様の皆を叫んでいきたいと願います。はい、イエス様、
謝します。今主の御前に祈ります。天のお父様、この場所で私たち神の家族が捧げる礼拝を覚えてありがとうございます。どうか主よ、あなたご自身が知恵と啓示の御霊を豊かに注いでくださることを感謝します。真理の御霊が私たちのうちに大胆に注がれることを感謝します。どうかその真理の御霊によって、主よ、義について、裁きについて、罪について、世にこの誤りを主が認めさせてくださる、あなたご自身の心を解き明かし教えてくださる、その正義の御霊なる、真理の御霊なる聖霊様、あなたを歓迎し続けます。今日聖霊様を通してイエス様ご自身と出会うことができますように。聖霊様を通して父なる神の心、それを受け取ることができますように。また御霊の中で本当に賛美し礼拝し、御言葉開く中で癒しと解放と自由が一堂の上に解き放たれていくことを宣言します。私たち神の家族として主を喜びます。今イエス様の名によって祈ります。アメン。盛大な拍手をイエス様に送っていきましょう。アメン。イエス様ありがとうございます。ハレルヤ。アメン。ハレルヤ。この時間はですね、本当にこの主の愛を受けてお互いももう一度祝福したいと思います。先ほども挨拶しましたが、何度でも何度でも私たちこの神の家族の中で愛を表したいと思います。握手を持って、ハグを持って、ハイタッチを持って、できる限り愛を本当に周りの人たちに表していきましょう。ハレルヤ。感謝します。本当に私たちの主は素晴らしいお方です。絶えず良いお方です。皆さん、そのことを信じますか？そのことを絶えず覚えてますか？神様、本当に良いお方、絶えず良いお方、そのことを信じたいと思います。そして受け取っていきたいと願います。共に感謝の捧げ物の時を持ちたいと願いますが、この感謝の捧げ物はいつも私たちの信仰の種まきとして行っています。本当にですね、世界のさまざまな現状を見ると、経済が悪化しているような状況かもしれません。ある意味においては、もうこの経済における基金、そのようなものがですね、世界にこの始まろうとしている時です。しかしですね、旧約聖書の中でアブラハムの子イサクはですね、その基金の時に種をまいた、そのように書かれています。そして何て書かれていますか？その種はなくなったとは書かれていません。彼はその年のうちに100倍の実を収穫したって書かれているんです。皆さん、私たちが信仰によって種をまく時、たとえ世に基金があったとしても、世に経済的な崩壊が起こったとしても、私たちは神の国の経済を持つものになることができます。そしてこの世界の経済が揺り動かされるとき、ハガイの2章、またヘブル人への手紙の12章に書かれている通り、世の富が主の宮へと移るときです。不正に使われていた富が神の国を立て上げるために用いられる、バビロンから神の国へと富が移動する、そのことが起こることを信じます。皆さん、私たちの今日の信仰の種の捧げ物、共に主の御前にまこうでありませんか？今今日まく種を手に持ってください。これはどれだけ額をまくかということが重要なのではなく、信仰を持ってまくということが重要なんです。それなので、それぞれ与えられている信仰に応じて今この種を手に持ちたいと願います。そして主の御前に掲げ、一緒に宣言したいと思います。天のお父様、あなたは惜しみない豊かなお父さんであることを感謝します。その豊かさの中から、私の人生をあふれるほどに満たしてくださっているこの恵みを感謝します。今信仰を持って、この種をあなたの御前に巻きます。この種を通して、不足の中に神の国の供給が解き放たれていくことを宣言します。貧しさの中に豊かな実が結ばれていくことを宣言します。この種を持って、全ての
呪いは打ち砕かれ、無限の供給が私たちの人生に開かれていくことをイエス・キリストの名によって宣言して、今信仰によって種をまきます。アメン。いただきたいと思います。今日は4つあります。詳しくは週報をご覧いただけたらと思います。ですね、1つ目、明日から、金曜日までの5日間、韓国のザ・クロスチャーチからパク・ホジョン先生、講師の他の方々が、はい、ありがとうございます、来られて、セミナーを持ちます。セミナーのタイトルはキーパーソンスクールというものになっています。ぜひ期待してご参加いただけたらと思います。明日の月曜日は夜の7時からのみ、そして火曜日から金曜日が、11時、昼の2時、夜の7時の3回になっています。ぜひ期待してご参加いただけたらと思います。そしてアルゼンチン宣教師、シャローム教会でもメッセージしてくださった、アレハラ先生の奥様が4月帰国中に、網膜剥離が確認されて、
手術をされました。そして、術後は良好ということです。皆さん覚えてお祈りください。よろしくお願いします。そして、トミー・クルーズ氏ワーシップセミナーが7月の14日の火曜日にシャラム教会にて持たれます。時間の方は昼の2時からと夜の7時から、そしてどちらも会堂になっています。無料ですので、席上献金があるそうです。期待してこちらもご参加いただけたらと思います。そして、夏のユースキャンプなんですけれども、受付に申し込み用紙があります。こちらは、来週の日曜日までになっています。申し込み、キャンプの申し込みは私の方まで、申し込み書とお金とともに持ってきていただけたらと思います。アナウンスは以上になります。今日の、第3礼拝メッセージは慎吾先生、はい、期待して、感謝を拍手を持ってここにお迎えしたいと思います。ハレルヤ、感謝します。アメン、感謝します。ハレルヤ、本当に私たちこの日曜ごとにですね、また24時間365日毎日集まってますが、日曜ごとにもたくさんの方々がこの場所に集まって素晴らしい主を褒めたたえることができるこの特権恵みを感謝します。もう一度私たちの愛するイエス様、そしてこの神の家族、お互いに本当にこの拍手を送りたいと願います。アメン。そしてですね、今日ですね、このメッセージに入る前にまず祈りをしたいと思うんですけど、今日の礼拝でですね、里帰りし、そして出産をする2人をですね、一緒に祝福して祈りたいと思いますけど、彩香姉妹と、そして、津川文姉妹ですね、ぜひ前に来てください。そして、出産予定日と、はい、急いで来ると大変かもしれないので自分のタイミングでですね、大丈夫ですよ。出産予定日をぜひ聞きたいと思います。出産予定日が9月の1日です。で、7月の4日に、長野の実家に帰ります。予定日は8月の、18なんですけれども、そろそろ9ヶ月目に入ったので、今週から来週あたりに里帰り予定です。アメン。本当にですね、次々と教会でこの子供たちがですね、生まれていることを覚え感謝します。詩編の約束の通り、本当にこの胎の実は報酬であるということですね。これは本当に一つの家族に与えられているだけでなく、この神の家族全員に与えられている報酬であり宝であるということを覚えてですね、今一緒に祈りたいと思います。また里帰りするとき、特に彩香姉妹のですね、ご家族、まだお姉さんと、そして お父さんがイエス様を信じる必要がありますので、救いも運ぶ、子供を産むと同時に霊的な魂も2人産む、3人生まれるですね、時になることを信じて一緒に祈りたいと思います。ぜひ手を置いて祈ることができる人、あんまり強く置かないでください。優しくですね、手を置いて、そして女性の方でお腹に手を置くってことができる方はですね、ぜひ手を置いてください。お願いします。天のお父様、ありがとうございます。この二人の母を覚え感謝します。この出産があなたの手で守られ、本当にあなたの子供をこの地上に生み出すことができますように。特に彩香姉妹は今回が初産です。どうかさまざまな不安もあるかもしれませんが、どうか主の平安がこの心を満たし、この心を包みますように。そして文姉妹も彩香姉妹も両方母子ともに体調も、またこの出産のすべての工程も守られ、もう健康に満ちあふれた神の子供たちがこの者たちを通して生み出されてきますように。そしてそれぞれ実家に帰るとき明かしする機会があります。それぞれの家族のところに神の御国を運ぶことができますように。彩香姉妹のお父さん、またお姉さんのうちに救いが運ばれてきますように。文姉妹の親戚家族の中にあなたの救いが運ばれていきますように。この出産の里帰りを特別に祝福し用いてくださることを感謝します。お腹の中にいるときから聖霊に満ちあふれた子供、そしてあなたの声を聞く子供として生まれてくることを祝福します。今力あるイエス様のお名前を通し、またご主人たちも祝福してください。本当に留守の間も仕事、また家庭、ちゃんと収めることができますように。帰ってきた時に家が汚いことがないように、本当に家を管理する力を与えてください。イエス様のお名前で祝福してお願いします。アメン。
リア感します、このようにですね、私たち絶えず神の家族で互いに祝福し合い祈り合うことができるこの特権恵みを感謝します、そして先ほどもパク先生のですね、セミナーのアナウンスがありましたが、ぜひ皆様いらしてください。これセミナーなんですけど、セミナー費っていうのはありません。席上献金があまりにもですね、皆さんこのセッションが多いので、朝はなしです。朝はフリーにして、午後そして夜自由の席上献金があります。あまりにも回数が多いので、もう負担になるという方はですね、自分のもうペースでですね、でもゲストを招いてますので、さまざまな必要もありますので、主が満たしてくださることを信頼したいと思います。そして特に朝の11時の時間はパク先生と同時に3人の講師をですね、パク先生連れてこられています。予言の器、予言の学び、祈りの中でどのように私たちが健全に御言葉に立って予言を解き放つのか、そのようなですね、ティーチングが朝11時からあります。そして午後の2時、そして夜はパク先生が担当してくださいます。特にですね、このキーパーソンスクールというのは、私たちが祈りの家として立ち上がるときに町が変革され、国が変革されるということですね。国家的な変化をもたらす祈りの家の役割、それは私たち個人一人一人が神様の鍵を持つ、そのような人物となるという、すごく重要な今の時に必要な学びです。そして先日韓国でこのキーパーソンスクールが行われて、2日ぐらい前でしょうか、このパク・ホジョン先生がですね、ある地域でこのセミナーをし、その上空を見た写真を分かち合ってくださったんですけど、なんと上空にはっきりと雲で911って書かれてたんですね。もうこれほどはっきりに雲が911ってなってる雲見たことありません。それを通してですね、神様が韓国のために祈りなさい、また世界の危機的状況のために取りなし祈りなさい、そのことをですね、語りかけてくださっているということをですね、分かち合ってました。その後、昨日ですね、本当にもう世界的なニュースになったのが、アメリカ政府が同性愛を本当に認めたということですね。そしてなんと今日はですね、韓国で大規模の同性愛を認めるパレードがなされています。全世界がそのような流れに動いている、そのことも含めて今日ですね、この終わりの時代に神様が私たちに何を願っておられるのか、私たちをどこに導こうとしておられるのか、終わりの時代の重要な性質を聖書の御言葉から一緒に受け取っていきたいと願います。一言祈りを持って御言葉を開きたいと願います。祈りの姿勢をとってください。主よ、天上と地上で父と呼ばれるあなたの御前に絶えず私たち教会は進み行きます。父よ、あなたこそが私たちの父なる神です。私たちが主ではありません、あなたが主です。ですから主よ、私たちの心ではなくあなたの心を教えてください。今日御言葉を通し、聖霊様ご自身が私たちの内なる人を強めてくださいますように。そして私たちの信仰によって一人一人のうちに、またこの教会のうちに、イエス様がもう喜んで住み続けてくださいますように。私たちあなたの住まいを設けます。そして私たちに愛を教えてください。あなたの愛のその大きさ、広さ、深さ、長さ、それがどれほどであるか、もっともっと悟り知りたいです。あなたの愛を見つめることを通して、私たち一人一人のクリスチャンたちが、また教会が満ち満ちた花向こうなるキリストの御丈へと達していくことを覚えてありがとうございます。私たちの願うところ、思うところをはるかに超えて施すことのできるお方に、この神の花嫁なる教会を通し、そしてキリストを通して、とこしえまで父なる神をあなたに栄光がありますように。知恵と啓示の御霊によって御言葉が開かれることを宣言し受け取り、イエス様の名前を通してお祈りします。アメン、アメン。このですね、6月から7月にかけて、今継続的に愛によって私たちが立て上げられるということをですね、見ています。本当にこの愛というテーマは重要なテーマです。そして今日は自分自身を愛するということですね、御言葉を通して見ていきたいと思いますが、神様を愛するものは自分自身を愛するようになります。そして自分自身を愛するとは一体どういうことでしょうか。大きなテーマで言うと、それは清さを求めるということです。罪を憎み、清さを愛する、実はそれは自分自身を愛することにつながるんですね。第2コリントの7章1節、ぜひ聖書ですね、持っている方は開いてください。第2コリントの7章、聖書持ってない方は隣の方にですね、見せてもらってください。まだ教会に来たばかりで聖書がないという方はですね、周りの人を掴んでですね、聖書くださいと言ってください。そしたら誰かが必ず聖書くれます。誰かたくさん持っている人、ぜひですね、分け与えてください。はい、第2コリントの
7章1節、前にパワーポイントも出すこともできるんですけど、あえて出さないで聖書を開いています。なぜなら私たちがこう聖書を開き、また聖書に必要なことを書き込んだり、ラインを引いたりするためですね。はい、第2コリントの7章1節一緒に読みましょう。はい、愛する者たち、私たちはこのような約束を与えられているのですから、一切の霊肉の汚れから自分を清め、神を恐れかしこんで清き全うしようではありませんか。アメン。ここにですね、愛する者たち、聖書の中で愛する者たちっていうのは愛されている者たちとも訳すことができる、その言葉ですね。私たちは神に愛されている者たちです。その愛される者としての生き方、それはもう多くの約束を主から受けている。だから一切の霊的な、また肉的な汚れから自分自身を清め、神を恐れかしこんで清きを全うしようでないか。そうです、すでにイエス様は十字架を通して完全な清さを与えてくださいました。しかし私たちの全生涯を通して聖霊様は私たちのうちに働き、御言葉を教えてくださり、また私たちの肉の性質を一つ一つ取り扱い、十字架の光に照らして私たちを清さから清さ、栄光から栄光へと作り変えてくださる方だからですね、私たちはこの生涯の中で神様を愛するがゆえに主を恐れるということ、この心を持つことはとても重要なことです。今はですね、あまりにも主を愛するということが罪の言い訳に使われる場合があります。神に愛されているということが、私たちはもう恵みを受けている、神に愛されている、全部許されている、だからもう何をやってもいい、どんな罪があっても仕方がない、どんな間違いがあっても仕方がない、どんな神に不従順があったとしても神様愛だから全部私たちを許してくださる。皆さん、これは聖書が言っている神の愛の性質ではありません。詩編の作者ははっきりと、主が許してくださるお方であるからこそ主は恐れられる方です。私たちが本当に主の許しを知るなら、主よ、もはや罪の道ではなくあなたの心を歩みたい、そのような願いが湧き上がってきます。何度もこの数週間で継続的に言っていますが、多く許されたものは多く愛するようになるということです。多くの主の許し、多くの主の愛を経験するなら、もっと自分の人生すべてをかけて主の心にかなえたい、清さを追求したい、その願いが私たちの内側から湧き上がってくることとなります。ユダの手紙の中には、恵みを宝珠に変えてっていう言葉が出てきてるんですね。これが今の時代本当に蔓延してます。恵みがあるからもう罪を犯してもいい、恵みがあるからもう何をやってもいい、それは聖書は恵みではないと、それは宝珠、自分勝手な生活の言い訳に変えている。聖書ははっきりとそのことを述べてます。また第2コリントの6章の1節には、恵みを無駄に受けないでください、パウロはそのことを切にこのコリントの教会に求めています。そうです、皆さん、神様の恵みは絶大な恵みです。大いなる恵みです。その恵みを通して私たちは罪の言い訳をするんではなく、その恵みを通して何が起こるんでしょうか。私たちは清められていくんです。これは神の恵みによることです。私たちの自分の頑張りではどうしても清められることはできない、主の心にかなうことはできない。しかしイエス・キリストの十字架の救いと、その血潮を通し、また聖霊様が私たちと共に助け立ってくださることを通して、本来はできないこの私たちのこの清さ、本来はできない主の心に従うということをすることができるようになった、それが可能になった。皆さん、これは大いなる恵みであるということを共に覚えたいと願います。そして主の御心は私たちが清められることである。そして清められるということは、皆さん、実は自分自身を愛することです。実はですね、私はですね、少し前、数週間前にショックなことがありました。福岡で祈り会があり、本当に素晴らしい祈り会だったんですね。そしてその祈り会がショックだったわけではなくてですね、その行き帰りがショックだったんです。まずですね、空港に着きました。そして私が思っていたカウンターに行ったんです。そしたらですね、私が思っていたのと全く反対側、こっち側の反対のカウンターに行ったら、実はこっち側の反対のカウンターに行かなければならなかったんですね。でですね、残りの搭乗時間が30分前になってました。だからものすごく焦って、反対側のカウンターから反対側のカウンターまで走ったんですね。すると途中であまりにも息切れがしてですね、もう走るのがしんどくなって、もう走ることができなくなってしまったんです。その時あんまりにも体力が落ちてるってことにショックを受けました
そして帰りの時もですね、バスの時間が5分しかなかったんです。そしてチケットを買ってバス乗り場に行こうとしたら、バス乗り場があまりにも遠くにありました。だから帰りも走ったんですけど、あまりにも遠くて途中で息切れして、もう疲れて、バスに乗った時にはもう心臓が動悸が止まらない状態ですね。その時に気づいたのは、あまりにも体力が落ちているということですね。私は25歳から30歳になるまで一生懸命走り、またプールで泳いだりしてですね、体力作ったんです。で、30歳から今の36歳に至るまではその貯金で生きてたようなもんですでもこの36歳になって気づいたのは、もうその貯金がなくなったということです。もうあんまりにも体力が落ちているということに気づいてですね、先週から少しこの生活習慣に改革をしようと。そして何をし始めたかというと、まあ祈りの家は来ることをですね、続けて、真夜中3時台に起きて祈りの家に来て数時間祈ります。そして数時間祈った後、朝何をするかというと、家に帰って服を着替えて、なんと40分間ジョギングするんです。で、40分間ジョギングすると、初めは本当にやりたくないです。そしてまず1日目もう動悸が止まらない、もう呼吸が苦しくて仕方がない。そして2日目は動悸に加えて足が痛くてたまらないもうこの足でもうほとんど進んでないんじゃないかって思えるぐらいのジョギングをしました。3日目どうなったかというと、もっと足が痛くなりました。それでもですね、この軽くジョギングを40分間続けます。4日目リズムができてきました。5日目足の痛みが消えて動悸もなくなってきたんです。そのようにですね、毎日続けることを通して徐々に体力が回復されていく。そしてこの自分自身の体が健康に保たれていく。またそれと合わせて、これはちゃんと考えてやってるんですよ。無謀に全部やってるわけではないんですけど、断食もやってるんですね。そして時々一食は食べるんです。でも断食をして分かったことは、すごく健康に気を使うようになったんです。今までなんと不健康なものばかりを食べていたのかと。もうあれほど好きだったラーメン、もちろん時々食べたいと思いますが、でも何か健康的なものを飲んだり内側に入れ始めると、もっと体に気を使うようになったんですね。皆さん、そのようなものはあんまり舌には美味しくありません。ジョギングするっていうことは体にとっては喜びではありません。でもだんだんと健康的なものを入れたり、健康的な生活をするってことが喜びになってきたんです。初めは痛いので嘆きます。初めは苦しいので、その苦しみが起こります。しかし後にはそれによって平安の実が結ばれることとなる。パウロは実はこの7章の中でこのようにですね、言ってます。9節10節今は喜んでいます。あなた方が悲しんだからではなく、あなた方が悲しんで悔い改めたからです。あなた方は神の御心に沿って悲しんだので、私たちのために何の害も受けなかったのです。神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。そうです、私たちが御心に沿って悲しむなら、何が起こるかというと、それは悔いのない義の実を結ばせることとなるんです。先ほどのジョギングは例えなんですけど、本当に健康を作るときにですね、初めに悲しみがやってきます。体に苦しみがやってきます。でもそれを続けた結果、それが喜びになり、またそれによって体に健康の実が結ばれていくこととなる。同じように霊的な健康、魂の健康、私たちが受け取るとき、罪を手放すことは皆さん私たちにとって苦しいことかもしれません。本当に許せない思いを主に明け渡すっていうことは、私たちが何か損するような気持ちになるかもしれません。しかしそれを私たちが神様に会って悔い改めの心を持って主の前に進みゆくとき、初めは私たちの心が痛むかもしれないんですけど、それを通して平安の義、清さの実が私たちのうちに結ばれていくこととなります。だから皆さん、何か言い訳を持ってこないでください。もし人々に手を置いて癒しが起こらなかったらどうしたらいいんでしょうか。私たちは何か神学を持ってきます。ヨブも苦しんだから、この病も必要な苦しみだ。またさまざまな神学を起こらなかったことに対して作り上げるんです。皆さん、そうではありません。起こらなかった現実に対して私たちは心を引き裂いて主の前に投げ込んでありませんか。主よ、この現状は我慢できません。私を通して人々が癒されない、私を通して奇跡が行われない、聖書の中には病人に手を置けば癒されるって書かれているでありませんか。イエス様通して全ての病人が癒されたと書いてあるではありませんか。
ヨハネの14章には、誠に誠にあなた方につけます、私を信じる者は私と同じ技を行う、いやそれ以上の技を行うようになる、そのようにイエス様に約束されたではありませんか。それであるなら今の私はあなたが約束されたよりもはるかに下の状況の中で生きています。真理よりももっと下の現状の中に生きています。この現状を我慢することができません。この状況を我慢することができません。あの人が罪にとらわれ、あの人が病にとらわれ、あの人が死にとらわれた状態、そのままで私は我慢することはできない。自分を慰める代わりに何か新しい神学を作る代わりに、私は主あなたの御前に進み出て心引き裂いて悔い改め方向転換します。悔い改めるということは、私たちがもう自分の低いこの置かれている位置から父なる神の心に戻ることです。それなので現状を見てですね、私たちは何かこう安心してしまう、自分の安心材料を言い訳を作る、新しい神学を作るんではなく、その何か起こった出来事に対して心引き裂き、本当に父の心が欲しい、父なる神様あなたの心を行いたい、そのように涙を流すとき、それは私たちのうちに神の国の実を結ばせることとなるんです。だから主の御心に沿った悲しみっていうのはですね、この悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせる、そのように書かれています。しかし世の悲しみは死をもたらすって書かれています。ぜひ皆さん、世の悲しみ、あの時こうしておけばよかったな、ああしておけばよかったな、なんであの時あの選択しなかったんだろう、あの時献身しておけばよかった、あの時決心しておけばよかった、あの時このことをすればよかった、また逆にあの時この失敗さえなければ、そのような世の悲しみっていうのは絶えず後悔だけです。私たちを後ろに引き合って何の信仰の結果も生み出せません。でも主は約束してくださっているでありませんか。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものである。見よ、全てが新しくなった。聖書は見なさいと言ってます。なぜ私たちは失敗ばかり見るんでしょうか。なぜ自分ができなかったことばかり見るんでしょうか。なぜああしておけば置けばよかった、こうして置けばよかった、後悔ばかり見るんでしょうか。皆さん、それをどれだけ見続けたとしても何も良い結果は生み出されません。それであるなら私たちは主の御言葉に目を留めようでありませんか。イエス様を見ようでありませんか。本当にこのお方の計画に私たちの目を向けていきましょう。それが悔い改め、方向転換し、父の心に帰っていく道です。悔い改めの始まりは、悪かった、これが本当にもう私はやめたいと思うことです。あの放蕩息子が豚の餌でも食べたいと思った、でも誰も豚の餌くれなかったんです。その中でですね、彼はそうだ、父の家にはしもべでさえもパンが余ってるではないか、父のところに帰ろう、そして父に謝ろう、私はもはや子と呼ばれる資格はありません、あなたの家のもう使えるしもべにしてください、そのように言おう。皆さん、これが悔い改めの始めです。ああもう父の心から離れていた、父なる神の御前に罪であることを行った、私はこのお方の心に帰りたい、そしてこのお方のもとに行って私は罪を告白しよう。そして実際に罪の告白を主は受け取ってくださいますが、放蕩息子は何が起こったんでしょうか。罪を告白する前にも父の方から走り寄ってきて彼を引き寄せました。皆さん、豚小屋にずっとですねいて、ああやっぱり父の家に帰ればよかった、父の家にはいっぱいパンがある、いつか父の家に帰ろう、父の家に帰りたいなって思ってるだけじゃ、これ悔い改めじゃないんです。悔い改めの身には至りません。本当の悔い改めっていうのは、父のところに歩いていき、そして父が引き寄せてくださり、そして父はその息子が失った身分を回復してくださったんです。新しい服を着させ、新しい指輪をはめ、そして新しい靴を履かせました。これら全ては主が与えてくださっている、本来私たちに与えられている権威であり、特権であり、身分なんです。アダムとエヴァが善悪の木の実を食べた時以来、私たちは神の子としての身分を失いました。しかしイエス・キリストが完全なる回復を与えてくださいました。皆さん、私たちを通してエデンの園にあった主との親密さ、またエデンの園にあった祝福が、この今の暗闇の中に満ちた時代の中にあっても回復していくこととなるんです。そのことを信じようでありませんか。だから私自身、日々悔い改めながらこのことを覚えたいと願います。主が計画したよりももっと低いところで今は生きているということだから、主よ、あなたに日々
祈り、日々御言葉に目を留め、あなたが本来立てておられる計画、あなたが願っておられるそのポジションへと私自身を引き戻してください。そのように私たちが悔い改め始めるとき、何が起こるんでしょうか。そこに神の国の義の実が結ばれていくようになる。パウロはそのことをこの中で語っています。さらに今日はいくつかの聖書の箇所読んでいきたいと思うんですけど、ぜひ皆さんこの神学っていうのはですね、新しく私たちはもう作ってしまうんです。同性愛に対してもそうです。もう本当にこの教会が公に同性愛は正しいと言っている教会たくさんあります。そしてそれは何のためかというと、全ての人々の人格が認められるべきであり、神は全ての人々の人格を認めていると言っているんです。でも聖書の中にはそう書かれていますか？そうではありません。ローマ人の手紙一章の中にははっきりと、女は自然の用を捨て女同士で恥ずべきことをし、男は自分の自然の状態を捨て男同士で恥ずべきことをしている。そのため彼らは真理を悟ることができず、神は彼らが不忠実に不尊の中を歩むことができるように、ますます惑わしが彼らの中に結ばれていっているというようなことがですね、ローマ人の手紙の一章の中に書かれています。皆さん、同性愛ははっきりと主が御言葉の中で禁じているものです。そしてソドムとゴモラが滅ぼされた理由、それは同性愛のゆえです。そしてスティーブンス英子先生がですね、去年授業に来られた時に第一テサロニケの中に書かれている廃墟という言葉の意味、第二テサロニケに書かれている廃墟という言葉の意味は、これはもう顕著なその廃墟の現れは同性愛であると、そして教会が同性愛を認めるようになることであると。教会はその同性愛を認めるために新しい神学を作り出しています。皆さん、ぜひこのことを覚えたいと思います。私たちは同性愛の人々を裁くことはできません。もちろん彼らを非難することはできません。そして彼らが滅びるとそのように指さすことではなく、私たちはむしろ彼らを取りなす必要があります。すべての罪の中にある人々を主は愛し、その人々の救いを願っておられる方です。そしてその同性愛の中から救われた人々の証はたくさんあります。彼らがイエス・キリストに立ち返り、本当の清さの中へと変えられていく、本来自分に与えられた使命、与えられた形へと作り変えられていく、そのことをですね、経験している人々はたくさんいます。だから私たちはどのような現状であったとしても、その人々をその魂を愛するということ、第一テモテの2章の中には、神は全てのものが救われるということを願っておられる、そのことが書かれている。そのことを私は覚えて、ぜひ彼らを罪に定めるのではなく、彼らのために取りなしになるということ、彼らにキリストの愛が届けられ、彼らの人生が変えられるということを願い求めようではありませんか。でもこの一線を引かなければならないところは、その罪は聖書的であると認めるということですね。ここには私たちは線を引かなければなりません。神様は個人一人一人の人格をもう命を懸けるほどに愛してくださっているお方です。それと同時に、私たちの中にある罪は憎んでおられます。なぜなら私たちの罪っていうのは、私たちが本来神様に与えられたイメージを破壊するものだからです。本来神様が与えてくださった計画を罪っていうのは破壊します。そして罪があるとき、実は私たちは自分自身を愛してないのと同じ状態です。先ほど言いました、ジョギングします、時には本当に断食の生活を続けています。でもそれを通して健康になる、その時私は自分の体を健康に保っているということをですね、この体験することができるんです。その時この自分の体を愛するということをですね、学びます。私たちはですね、自分の体を愛するときに、もう好きなものを食べて、もう毎日ハンバーガー食べ、毎日ピザを食べ、毎日コーラを飲み、そして毎日もう好きなだけのお菓子を食べ、そして3食ラーメンを食べる、これがもう自分の好きなことをやって自分の体を愛していると思うかもしれませんが、その結果私たちの身が体が結ぶのは病という身を結びます。不健康になり、また肥満になり、本来与えられている使命を果たすことなく寿命が終わってしまうこととなる。どっちが皆さん自分の人生を愛することでしょうか。健康に気を使うことです。時には自制することです。清さも同じです。私たちが愛するという時、もう何でもかんでもやってもいい、自分の心のままに生きてもいい、でもそれは自分を愛しているのではありません。どんどん神様の使命から離れていきます。そして神様が本来与えてくださっている愛とか許しとか、それが見えなくなり
覆われていってしまうんです。クリス・バルトンというですね、牧師が分かりやすくこのことを説明していました。自分を愛した分だけ人のことを愛することができる。そして自分を愛することが人の対応に変わると。例えばですね、誰かの友達の家に行きます。そうするともう足の踏み場もないほどその家が汚れていて、もうゴミが落ち、食べ物がいっぱいそこに散乱していて、もう座る場所がない。そしてその友達がどう座っているかというと、もう足の踏み場もなく汚いので、椅子に座るとき座って、そしてテーブルに足を置いて座ります。その家に招かれたら私たちどうするでしょうか。私たちも同じように彼がしているように、椅子に腰掛けるとテーブルに足を置いてですね、そのように座ります。なぜかというと、彼がその部屋をそのようにし、そのような態度をとっているので、同じようにするようになるからです。で、皆さん、綺麗な家、そして美しい部屋に入ったとき、そのようにはしません。ソファーに腰掛けるとき、テーブルにこの足を出すというようなことはしません。ちゃんときれいに整えられた家では、その与えられている椅子に座ります。なぜ人々が私たちに対して嫌な態度を取るんでしょうか。なぜ人々がたくさんの罪、それを私たちの人生に持ってくるんでしょうか。私たちに傷を与えるんでしょうか。実は自分自身に対する態度が人に影響を与えているんです。自分自身の心の部屋をどう管理しているか。もし私たちが罪で心を汚し、私たち自身の人格を私たちが踏みにじっているなら、同じように人々も私たちの人生に罪の誘惑を持ってくるでしょう。同じように私たちを口汚く罵り、私たちの魂を傷つけるでしょう。それは実は自分自身がしていることが人に及んでいるんです。もし私たちが清さを愛し、自分の心を本当に御言葉によって整え、この私たちの家が聖霊様が住まわれる宮となるなら、何が起こるでしょうか。人々は愛と好意を持って私たちに近づいてくることとなるでしょう。そして私たちも人々に対して愛と好意を持って接することができるようになります。だから聖書の中の大切な戒めは、まず第一に心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして神を愛するということ。そして人々を愛するんですけど、どのようにですか。自分自身を愛するように隣人を愛しなさい。自分を愛することができなければ隣人を愛することはできません。自分自身を清く保つことができなければ、人々の罪の問題、そこに解決をもたらすことはできません。だから今日私たちが覚えたい重要なテーマは、自分自身の心を血潮に、イエス・キリストの血潮によって、御言葉によって、御霊によって清めていただくということ。そのために何かこの神学を作り出さない、御言葉が言うならそうです、主よ、御言葉に従います。だからこの同性愛の問題のために一緒に祈ろうではありませんか。昨日の夜、鳥なしの祈りの中でですね、この場所で鳥なしの祈りをしました。その中で集まっていた人々とともに、アメリカのために祈り、また韓国からも牧師先生が来られていたので、韓国も今この同性愛の問題が本当に大きく広がってですね、国家的な問題になり始めているらしいんですね。皆さん、そのことを思うとき何か気づきませんか。今まで最も宣教師を送り出してきた2つの国が最も間違ったアイデンティティを送り出そうとしているんです。でも私たちはだからといってその国を諦めない。だからといってその国にもうただ滅びで明けが来るということを宣告しない。信じようでありませんか。その暗闇の中にあって、もう一度主が回復を与えるということ。アメリカはもう一度リバイバルの国になります。韓国はもう一度さらに多くの世界中に宣教師を送り出していく、その国になっていくことを信じます。良い影響を、神の国の影響を与える国々として、その国々は用いられていくということ。今しばらくの間、アメリカと韓国のために祈りたいと思います。また同性愛の中にある人々、その人々がイエス様のところに来るように、しばらくの間声を合わせて一緒に祈りたいと思います。主よ、ありがとうございます。あなたの名を褒めたたえます。今起こっている世界の現状の中において、どうか神の正義と公義が表されますように。アメリカのその国家的な問題の中において、アメリカは本当に世界のリーダーです。どうか主よ、その影響力はすごく世界に大きな影響をもたらします。どうかアメリカが御言葉に立ったリーダーになりますように。御国の生き方に立った、その影響を世界に及ぼしていきますように。韓国がこの同性愛の問題から守られ、また本当に世界中に宣教師を送り出していきますように。日本の国もあなたが守り支えてください。全世界の国々がこの罪の中に、罪が蔓延する時代の中にあって、清さの中、義の中を立つことができますように。今イエス・キリストの名によって
全世界にこの罪が蔓延したとしても神の義は固く立ち、それは揺るぐことがないことを宣言します。今イエス様のお名前によってあなたこそが解決であることを宣言して祈ります。アメン、アメン。とにかくですね、こんな時私たちは清さを持つということが本当に必要な時代に置かれています。もし清さっていうのを持たなければすぐにもうこの黙示録の12章に蛇が出てくるんですね。そしてその蛇は口から大水を吐き流して、そして女を押し流そうとする。その女っていうのは何でしょうか。教会の一つの例えです。もちろんイスラエルも含まれます。神の生徒たちっていうのを意味する言葉、これがその黙示録12章に出てくる女です。蛇は口からの大水を持ってそれを押し流そうとするっていう表現がですね、その黙示録の12章に書かれています。同じように今の時代、本当にこの罪、汚れ、あらゆるものを持って私たちを真理から引き離し、私たちが油断するならすぐに清さから離れてしまう、そのような時代に私たちは置かれています。それなのでしっかりと立って揺り動かされないようにしようでありませんか。しっかりと真理に立ち続ける。御言葉が何を言ってるのか、あの牧師が何を言い、この牧師が何を言い、あのリーダーが何を言い、世間の法律が何を言ってるかということ以上に御言葉が何を言ってるかということに私たち目を留めていきたいと願います。そしてありがとうございます。そうです、いただきました。力強い、そうです、ですね。本当にそのように私たち宣言していくこと重要です。ぜひ一緒にアーメンやですね、そうです、その宣言していきたいと思いますけど、第1テサロニケ、ここには終わりの時代の重要な生き方が書かれています。第1テサロニケ、いっぱい第1とか第2とかですね、今日見てますのでどこか分からなくなるかもしれませんが、第1テサロニケを今、第1テサロニケの、4章にはですね、私たちが生徒たちが生きたまま天に引き上げられる、本当にこの私たちが待ち望んでいる主の迎えに来られる、そのことがここにはっきりと書かれているんです。そしてこの第1テサロニケの5章には、だからこそ私たちがこの終わりの時代にどう生きるべきかというのがですね、書かれているんです。でですね、今見る御言葉はもう一回第1テサロニケの4章なんですけど、3節、ここに神の御心がはっきりと書かれています。第1テサロニケの4章3節から8節、第1テサロニケの4章の3節から8節、ご一緒にお読みしたいと思います。はい。神の御心はあなた方が清くなることです。あなた方が不貧困を避け、各自わきまえて自分の体を清く、また尊く保ち、神を知らない異邦人のように情欲に溺れず、またこのようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしないことです。なぜなら主はこれらすべてのことについて正しく裁かれるからです。これは私たちが前もってあなた方に話し厳しく警告しておいたところです。神が私たちを汚れを行わせるためではなく清潔を得させるためです。8節まで、はい。ですからこのことを拒む者は人を拒むのではなく、あなた方に聖霊をお与えになる神を拒むのです。アーメン。そうです、ここにはっきりと神の御心、それが書かれています。私たちは主はあなたの御心なんですか、あなたの御心を教えてください、そのように祈ります。でも聖書を読むとはっきりと神の御心が書かれているんです。神の御心はあなた方が清くなることです。清くなるっていうのはどういうことでしょうか。私たちは清さっていうことですね、何か違ったイメージを持ってしまいます。何か頭に輪っかがついていてですね、そして羽のようなものが生えていて地面から2センチぐらい浮いている。そしていつもですね、こう聖書を手に持っていて、あの中世の作られたこの教会の建造物にですね、描かれている聖人たちのようにですね、聖ペテロとかですね、何か聖何々ってつくようなですね、何かもう斜め上ぐらい見ていてですね、目が本当にこうなんかこう輝いていて、あのザビエルの絵もありますように、なんかビームみたいなのがこう心臓から出ている絵をですね、見たことがありますけど、清さっていうのに対し私たちは何かそういうふうな、なんか聖人になる、そのようなことをですね、こう思い描きます。でもですね、聖書が言う清さっていうのは得り分けられているってことです。違うもの、違いがあるものであるってことです。
どこに属するかということです。清さというのは神に属するものであるというのが清さの意味です。取り分けられたもの、選ばれたもの、主に召された者たち、主と共に生きる者たち。なので清さっていうのはですね、私たちがどれだけリストを作って、私はもうこれをしない、二度とこれをしない、私はこれを避ける、私はこのことをしない、このことは避ける、そのようにどれだけリストを作ったとしても、皆さん、それは神様が願う清さではありません。それは自分の義を打ち立てているだけです。本当の清さっていうのはどこから来るかというと、主との愛の関係です。主との生きた関係です。主との交わり、神と共に生きる中で、葛藤の中にあって、試練の中にあって、問題の中にあって、あらゆる自分の失敗とか弱さの中にあっても、主が私たちの心を作り変え、真実に父の心は何であるか、清さとは何であるか、この方の関係の中で一歩一歩主が清さを私たちの中に築き上げてくださるということを共に覚えたいと願います。そしてすでにイエス・キリストは十字架で完全な清さを私たちに開いてくださっているということ、私たちは生涯かけてその清さを全うする。先ほどのですね、御言葉にも書かれていました。で、この中で特に あなた方が不貧困を避けって書かれています。不貧困、すごくですね、何か難しい言葉です。でも別訳の聖書には性的な罪を避けと分かりやすい表現で書かれていますね。皆さん、性的な罪っていうのは私たちの魂を汚します、肉を汚します、私の思いを汚します。そして神を見ることができなくなってしまいます。私たちの生涯をもうその罪で捉えてしまい、そして何がやってくるかというと、絶えず恥がやってくるんです。もし結婚以外での性的な関係を持っているなら、またインターネットやテレビを通してこのポルノ、それを私たちが目から入れているなら、何がやってくるかというと、それは強い私たちを恥で捉える鎖のようになります。で、私たちがそれをどこから、どのようにして回復される、そこから癒されるかというと、自分が神の子であるというアイデンティティをはっきり持つとき、それらのものが私たちの人生を捉える魅力が消えていくんです。それらのものが本当に私たちを支配する、そこから私たち自由にされていきます。今日残りの時間かけて、主が与えてくださっているアイデンティティ、特に神の子であり、もう一つ重要なアイデンティティがあるんです。何でしょうか。はい、キリストの花嫁です。キリストの花嫁という、その私たちが自己この認識をするとき、自分の価値をそこに持つときに、私たちは清さを愛するようになります。皆さん、結婚を控えた花嫁が花婿以外の男性とたくさん遊びに行くでしょうか。もうできる限り結婚の日まで、私は他の男性のところに行きたい、他の男性と時間を過ごし、他の男性が提供してくれるものをもらい、他の男性と会話をしたい、結婚したらもう花婿と一緒に時間を過ごすんだから、それまでは全部他の男性のために私の時間を使います。そのような皆さん、花嫁がいたら、そのような花嫁と結婚したいと願う人いますか。そうではないですよね。結婚を決めた花嫁っていうのは一途な愛を持ってます。そしてその日のためにエステに通うかもしれません。以前も言ったと思うんですけど、エステっていう言葉はエステルからできた言葉です。エステルは一人の花婿のために6ヶ月間もつ薬の中に浸ったんです。皆さん、もつ薬の中6ヶ月間浸ってみてください。臭くて仕方がない。もつ薬ってすごい香りのする、この乳香ではなく、この香油ですね。そうです。で、もつ薬は何を意味するのかというと、自分に死ぬことです。埋葬のために使われていた、この香油です。エステルは初めの6ヶ月間もつ薬に毎日浸り、自分自身の自我、自分自身が王妃として何かを成し遂げたいという、そのような欲望に死んだんです。実はそのエステルの前の王妃ワシュティは王を利用する妻でした。自分の名誉のために宴会を開き、そして自分の美しさを見せびらかし、そして夫が呼んだ時に、なぜ私が行かなければならないのか、私は今自分の宴会で忙しいんだって言って、結局その王妃は王妃の座から退けられ、新しい王妃が選ばれることとなったんです。皆さん、そのようにいつの間にか私たちは自己中心の花嫁になっているということをチェックしようでありませんか。主が呼んだ時に来てほしい、今私は語りかけたい、あなたが今見ていること私は喜ばない、
あなたが口から出している言葉、それは私の心ではない。それを止めてほしい、やめてほしい。私のところに来て、どうか私の心と一つになってほしい。そのように主が呼びかけるときに、なぜ行かなければならないのか。今私が正しいことを語っているんです。今私が見たいものを見てるんです。今私の時間です。あなたのためには十分礼拝で時間使ったではないですか。これから残りの時間全部私の時間ですよ。もう一回語りたければ次の日曜日語ってください。それはあなたの時間に捧げてますから。そのように私たちはいつの間にかワシティのように花婿のために自分がいるんではなく、自分のために花婿がいて、自分の宴会、自分の華やかさ、それを誇ってしまう、そのようなですね、性質を誰もが持っています。だからエステルのように私たちは持つ役に浸かり、徹底的に十字架の道を歩んでいくということです。イエス様が歩まれたように、その十字架の後をついていく、自分を捨て、そして自分の十字架を追って、何て書かれてますか、日々って書いてるんです。日々自分を捨て、自分の十字架を追って私についてきなさいと。それなので毎日毎日イエス・キリストの十字架の前に立って、この没薬に浸る、自分の肉の性質に死ぬということ、その時私たちが真の一人の花婿を喜ばせる花嫁として変えられていくんです。そして残りの半年間、エステルはこの化粧品と、そしてこの香料の使い方を習ったって書かれてるんですね。箴言の31章にはこの立派な妻が出てきます。それは力と気品に満ち溢れてるって書かれてるんですね。この香料、また化粧品、品々を使うことができるっていうのは、私たちが自分に死んだ時、正しく主の賜物、御霊の賜物を用いることができることです。それと同時に私たちの中から麗しい香りが放たれる、それは御霊によって御霊の人格が結ばれている姿です。自分の肉に死ぬとき、神の性質が結ばれていきます。自分の性質に死ぬとき、御霊の性質が結ばれていきます。皆さん、これは共存することができないんです。絶えず戦っているんです。それを知りたければローマ人の手紙7章から読んでみてください。6章5章ぐらいから読んでみてください。またガラテヤ人の手紙の5章ぐらいから家に帰って読んでみてください。絶えず御霊と肉は戦っているんです。だから私たちが肉を満たせば満たすほど、何が起こるかというと、御霊の声を聞くことができなくなっていく。もう肉の思いで満ちていて、この世の中の性的な罪、この世の中の楽しみ、この世の中のエンターテインメント、この世の中のあらゆる思いで心が満たされるとき、聖霊様が語っておられても、それを聞くことができない状態です。なぜならもう肉のものが満ち溢れているからです。だから断食するっていうことは、私たちがそれを手放すってことです。先週この悪口の断食っていうのをですね、つぶやきの断食っていうのを一緒にチャレンジしましたが、それができたって方いますか？聞きません。自分の自分の心で主とですね、確認してください。でですね、とにかく口においても見るものにおいても、私たちは本当にそれを選んでいくっていうこと、とても大切なことです。主を愛するがゆえに、そして御言葉を受け取る、御霊の性質が高く、この私たちの中で高められ高められ、本当にそれが強くなればなるほど、肉っていうのは衰えていくんです。そしてパウロはローマ人の手紙の8章で、御霊によって肉を殺すって言ってるんですね。御霊自身が私たちの肉の性質を打ち破る力を持っています。それなので聖霊様を歓迎しようではありませんか。毎日聖霊様をお迎えしましょう。聖霊様が喜んで住んでくださる、そのような環境を家庭の中に作ろうではありませんか。主が喜ばないものがあるのであれば、皆さんそれを家から取り除きたいと願います。主が喜ばない性質が私たちの生活習慣にあるのであれば、それを喜んで主の前に捧げようではありませんか。捧げることができないのであれば、まず祈ってください。主よ、捧げることができない、そのような頑固な性質があります。でも私は変わりたいです。どうか主を助けてください。そうするのであれば、イエス様は私たちが弱さを持っていることも知っておられます。その誘惑が強いことも知っておられます。罪は犯されませんでしたが、私たちが感じる全部の誘惑にこのお方はこの経験をされたんです。だからこそ私たちのことを理解することができ、思いやることができる。だから大胆に恵みの御座に近づこうではないか。ヘブル人の手紙にはそのように勧められています。そうです。問題は私たちが自分で解決しようとしたり、自分でそれを隠そうとするとき、
その罪が私たちを支配します。大切なのは弱さがあっても足りなさがあっても罪の性質があっても正直に主の前に、主よ今こういう思いがあります、これあなたの思いでありません、こういう汚れた考え方があります、こういう嫌な憎しみの思いがあります、それを正直にイエス様あなたの十字架の前に持っていき、あなたからの解決が欲しいです。そのように祈るとき、主は真実で正しいお方ですから、必ず解決を与えてくださいます。必ずその罪の束縛から自由を与えてくださいます。解放を与えてくださる主の名はなんと大いなるかな。このイエスの皆を共に褒めたたえましょう。アメン。イエス様は解放の神、癒しの主、罪から自由にしてくださったお方です。そして清さを本当に愛するお方。もしこれを拒むのであれば、これは私が何かこう作り出してメッセージしているわけではなく、御言葉が言っているんです。清さは父なる神の心であると。性的な罪、それは主は喜ばない。誰もが皆さんその弱さを持ってます、その性質を持ってます。特に現代に生きる私たちはもう簡単にそのような罪の虜になってしまうような時代、目から入るもの、耳から入るもの、もう見たくなくても街を歩いているとそういうものも飛び込んでくるかもしれません。でもその中にあって、あの絵の具が罪と暴虐が満ちあふれる時代、その時代にあって主と共に歩み続けたように、私たちも一心にイエス様を見つめ続けて歩んでいきましょう。それが私たちが疲れ果てない魂にいつも力を得る秘訣です。でこれをこのように7節書かれていますね。神が私たちを召されたのは汚れを行わせるためではなく、清潔を得させるためである、清さの実を結ぶためである。そしてこれを拒む者は人を拒むのではなく、聖霊を与えなる神を拒む。皆さん、清さなんかいらない、もう自分勝手に生きていく、清潔は必要ない、そのように言うとき、これは人を拒むのではなく主ご自身を拒むことになる。そのようにですね、パウロは言っています。だから大胆に私はこの清さを持つということを語り、そして語ると同時に責任があります。それは私自身がそれを問われるということです。いつか主の御前に立つときに、あなたはメッセージではいろんなことを語ったけど自分は行わなかったと言われたくありません。だから本当に教師は人一倍厳しい裁きを受けなければならないとヤコブの3章に書かれていますね。それなので恐れかしこみながら主に仕えていく必要があるんです。私はですね、このことを思うんです。先週は主の御座においての報いということを見ました。で主の御前に立つときに牧師としてのですね、報いっていうのはそんなにないんじゃないかなと思うんです。主よ、牧師しましたよ、毎週メッセージ語りました、いろんな世界に行って御言葉伝えました、福音伝えたんです、あなたの心伝え、祈りの家を励ましました。そのように言うと、主がそれは私がただ与えた機会だよと、あなたにあげた行為だよと、主よ、御言葉伝えましたよ、癒しも起こりました、それは私がしたんだよと、だから栄光は全部私のものだ、私に返しなさい。じゃあ牧師としての身はないんですか、そんなにないよって言われるかもしれません。あなた出て行った時美味しいご飯食べたじゃないかと。いつも食べてるわけじゃないですよ、時にはそういうこともあります。最近特に断食聖会に招かれることが多いんです。先週も断食聖会、3日間の断食聖会に行き、7月も断食聖会に行きます。だから主がちょっと報いを回復してくださっていることを感謝したいと思います。そこに行っても一切おいしいご飯はありません。でですね、まあとにかくそういうこともあります。もちろん苦労もいっぱいあるんです、苦難もいっぱいあるんです、戦いもいっぱいあるんです。でもおいしいご飯を食べることもあります。先生先生と言って尊敬されることもあります。そのことを思うとき、牧師ということにおける報いというのはそんなにないんではないかと思うんですね。でも見えないところでする働きには大きな報いがあります。皆さん、主は実は人の見えないところを見ておられる方です。私たちが隠れた生活、一人だけのところで主をどのように愛しているのか、誰も見ていないけどもうあの人がやればいいのにと思うことを私がやるということもありますよね。人が出しっぱなしのものを片付けない、それを別にアピールして私が片付けますよそういう感じではなくてですね、
そして片付けながらも片付けてるよそういう感じではなく、たとえ人が見てなくても評価しなくても、それを主を愛するがゆえにする、さまざまなことですね、チャレンジがあるかもしれません。この貧しい人々を助ける、そして貧しい人々を助けたとき、別にブログにアップする必要ありません。貧しい人々を助けたときに公に私たちは本当にこの人々をこれだけ助けましたという必要ありません。天に宝を積めばいいんです。ある人が天国に行きました。その証を見てですね、もう本当に涙が溢れそうになったんです。無神論者の人が死んで地獄に行き、そしてその地獄でですね、臨死体験するんですけど、もう体がズタズタに引き裂かれて、そしてもう滅びの中に入れられるという時に、小さな声が一言、祈りなさいって聞こえたんです。もう人々が罵り罵倒し、その地獄においてもう本当に汚れた声が、もう言葉でも表現できないほどの汚れた声が聞こえてくる中、心の奥底に祈りなさいと、どうやって祈ったらいいかわからない、自分は無神論者だった。しかし思い出したのは、小さな子供の頃に日曜学校に通っていたってことを思い出したんです。で、彼は主の祈りを唯一覚えていて祈り始めました。すると主の祈りを祈り始めた時に、一つの歌、日曜学校の席に座って歌っていたことを思い出したんです。それは、主我を愛す、主我が主イエス、我が主イエス。ちょっと一緒に歌ってみましょうか。眠ってる人もいるので起きるように。皆さん本当に清さの話してますので眠らないでください。その眠りっていうのは、実は清さから遠ざけようとする、そういう力が働いていることも覚えます。それなので、本当に清さっていうことを今受け取るために、自分の魂に言ってください。今日御言葉を私は受け取らなければならないと、主の愛を知らなければならない。今一緒にこの我が主イエス、よく歌詞がわからないんですけど、ぜひ一緒に歌いたいと思います。はい。主我を愛す、主は強ければ我弱くとも恐れはあらじ、我が主我が主イエス、我を愛す。アメン。本当にこのシンプルな歌なんですけど、その無神論者はその地獄の臨死体験をした時に、この歌が日曜学校で歌ったことを思い出したんです。そして口ずさみ始めました。すると、もう一点の光が見えてきて、そこから手が差し伸ばされ、イエス様が彼を掴んで、そして天の中へ引き入れてくださったんです。そしてイエス様言われました。私は小さい頃からあなたのことを知っていた。あなたが日曜学校に来て祈っていたその祈りを私は知っている。小さい頃から私はあなたのことを選んでいた。しかしその無神論者は思うんです。主よ、そんなことありません。私はたくさんあなたを否定してきました。だからもう一度あなたの人生にチャンスを与えます。地上に戻ってやり直しなさい。その中でですね、主がもう人生の一つ一つの場面を思い返してくださるんですけど、人から評価されること、その人は尊敬される教授でもあったんです。大きな建物を建てた人でした。そのような場面も一面一面見せてくれたんですけど、一切それが評価されていなかったということです。そして主が一つ評価してくれたのは、あなたが子供の頃に父親があなたの姉を隣の部屋で殴った、その音を聞いてすごく姉が泣いていた。その時あなたがその姉の部屋に行って、そして姉の肩をさすりながらその姉を慰めた時、そのまま姉が眠ってしまった。そして朝まであなたはその姉の横にいて彼女を慰めてあげた。それは私は本当に嬉しかったよと、あれは私の心だった、そんなに言われたらしいんですね。そんな覚えてもないようなことを主が評価しておられる。大きな建物を建てたは一切そこで主は評価されなかったらしいんです。で、地上に戻すって言った時に、彼は建築家であり有名な世界的なデザイナーだったので、主に言いました。そうです主よ、分かりました。帰ったら私はあなたのために大きな神殿を建てます。
そしてそこに人々がやってきて、その建造物を見て、あなたの偉大さを見るために、たくさんの人々が世界から訪れて、その建物の中で本当に神様の偉大さを見る、そのような特別な神殿をあなたのために建てます。するとイエス様は言われるんです。息子よ、私は神殿には興味がないと、それはしてほしくないと言います。主よ、私はデザイナーですよと、本当に世界的に有名な建造物を建てることができるものです。しかし私は神殿を建てるということには興味がない。じゃあ主よ、何してほしいんですかと彼は言うんです。すると主が言うんです。あなたの目の前にいる一人の人を愛しなさい。これが私の心だ。しかし主よ、もっと大きなことができるはずです。彼はそのように食い下がるんです。しかし主は言います。あなたの目の前にいる一人の人を愛すことが世界を変えることにつながる。あなたの前にいる人を愛しなさい。彼はその語りかけを受けるんです。そして今主の証をしながら、本当にイエス・キリストを熱心に信じる信仰者へと変えられているんです。ぜひ皆さん、そのことを覚えようではありませんか。だから私は牧師としての報いはそんなにないことを覚えます。でも見えないところでした働き、主の御前にひざまずき、涙を流しながら教会のために取りなしたこと、苦難の中にある人々を取りなしたこと、また人々のことを愛するということ、そこに主は大きな報いを与えてくださいます。だからですね、ヘブル人への手紙の、12章でしょうか、開いてみてください。もう御言葉はいくつか見て一緒に祈りたいと思うんですけど、ヘブル人への手紙の12章、14節から17節一緒に読みたいと思います。はい。すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ誰も主を見ることができません。そのためにはあなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることのないように、また不貧困のものや一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったエサウのような俗悪なものがないようにしなさい。あなた方が知っている通り、彼は後になって祝福を相続したいと思ったが退けられました。涙を流して求めても彼には心を変えてもらう余地はありませんでした。そうです、ここにですね、すべての人と平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ誰も主を見ることができない。なぜ毎日の生活の中で主の導きを見ることができないんでしょうか。主を見上げることができないんでしょうか。私たちの生活を罪が覆っているからです。今日本当にその光を照らしていただいて、それを取り除こうではありませんか。そしてこの心をよく監督しなさいと、自分自身の心を見張るということを皆さんぜひ一緒にやり続けましょう。この私たちの心の責任は私たちが持ってます。問題が起こるでしょう、人が何か言ってくるでしょう。私たちはその時、あの人が問題だ、この人が問題だ、またこのように思うかもしれません。ああ、教会が問題だ、教会のやり方が間違っている。しかし問題は外側にあるんではなく、私たちの内側にあるんです。あなたの心をよく監督しなさいと聖書は言っています。そして苦い根が出てくるなら、その苦い根っていうのは人々を汚すようになるんです。人々に憎しみの思いを植え付け、人々に批判の思いを受け継がせ、人々に本当に苦々しい種をまくこととなります。例えばですね、一切関係ないのに、私がですね、もう例えで使ってごめんなさい、前にいるから前の人は例えに使われます。マナクボ姉妹のことをですね、真島先生から聞きます。もうあのマナクボ姉妹は本当に悪いと。実際私は見てないんですよ。もう彼女から私はこういうことされましたと、歩いていたらいきなり後ろから蹴られましたと。しかもいつも文句ばっかり私に言ってきます。さまざまな悪いことを彼女はしています。そのように聞くと、私は彼女から一切されてないにもかかわらず、その話を聞いたら私は彼女に対してどう思うようになるでしょうか。あ、彼女は本当に悪い、彼女は神様の心に立ってない、もう俗悪な性質がある。そのように彼女から一切私は何もされてないにもかかわらず、彼女に対する苦々しい思いを持つようになります。なぜでしょうか。その苦々しい思いは別の人からやってきたんです。噂話っていうのは第2第3者に行くと苦しさというのが増していきます。
あの人はどうしようもない、もうこんな悪いやつだと。でも実際お互い2人を前に置いて話してみると、信玄の原則にある通り、訴えるものは片一方が来るまでは正しく思えると。もう一方の言い分を聞いてみたら、あ、確かにそれは仕方がないと思えることもたくさんあるんです。だから私たち訴えの心っていうのは実は自分の中から湧いてきてるんです。だからこの心をよく監督するっていうこと、これは聖書が進めている、力の限りを尽くしてあなたの心を見守りなさい、命の泉はここから湧くって箴言の4章に書かれている通り、ここに苦々しさを持つなら、私たちの口から出てくるのは死の言葉です、分裂の言葉です、滅びの言葉です、批判の言葉です。でも心をちゃんと監督して、そのような難しい状況の中にあってもイエス様を見上げるなら、私たちの中から何が出てくるんでしょうか。人々を祝福する言葉が出てくるんです。取りなしの言葉が出てくるんです。命をもたらす言葉が出てくるんです。一致をもたらす言葉が私の内から出てくることとなる。ダビデはあのサウルから迫害された、もう苦々しくなってもいい状況の中で、主を見上げながら賛美が湧き出てき、そして実際にサウルに対する苦々しさは一切持っていませんでした。そうです、実はこれは私たちが選択しているということを共に覚えようでありませんか。あの人のせいではない、この人のせいではない、親のせいではない、生まれた状況のせいではない、教会のせいではない、あのリーダーのせいではない、本当にあの隣にいる人のせいではない、私の心はイエス・キリストにあって私が守らなければならないということ。そして不貧困なもの、一杯の食物と引き換えに長子の権利を訴えさうのように俗悪なものがいないようにしなさい。また不貧困というのが出てきます。性的な汚れ、それはある意味において皆さん、この食欲と不貧困というのは同時につながってますね。これはもう貪るような誘惑です。もうなんか目の前にあって、とりあえずまあ主の約束とかいろんなもの分かるけど、目の前の私の欲求を満たしたい。だから不貧困と食物が一緒にここで書かれています。実は私たちが知らない偶像礼拝があるんです。知ってましたか。皆さん、食べ物を食べるっていうことを、私たちはもちろん主が作ったものを全部喜んで受けるとき無駄はありません。でもそれがあまりにも私たちの生活を支配するとき、例えば皆さん礼拝に参加しながら、今日の夜何食べようかなって今思ってるかもしれません。終わったらセルグループで何食べようか、主の御言葉よりも食べ物のことで思いがいっぱいになるとき、そのとき実は食べ物が私たちの生活を支配してるんです。で、全ての偶像礼拝は食べ物と関係してます。よく日本でも仏壇何捧げますか、食べ物捧げますよね。どの世界中の偶像礼拝見ても、偶像の前に食べ物捧げるんです。そしてもう一つ、偶像礼拝と性的な交わりというのは結びついてるんです。だから多くの偶像礼拝のところで、その偶像に使えるその神殿娼婦とか神殿あの巫女とともに性的な関係を持つ、それと通して偶像との関わりを持つということが歴史の中で何度も何度も現在も行われ続けています。だからこの食べ物、性的な欲求、これは主の約束を見させなくする、本当に貪るような欲望である。エジプトから出た民は、立っては本当にこの飲み食いし、座っては飲み食いし、立っては戯れた。この戯れたっていうのはもう性的な関係を持ったってことです。絶えず偶像礼拝とそれは結びついてるんです。だから断食するってことは何が起こるのかというと、それを立つときにもう本当に貪るような欲求が内側から湧いてくるんです。目の前にあるもう食べ物をもう書き入れたいと、もうポテトチップス3袋ぐらい食べたいと、日頃魅力的に思えないポテトチップスが信じられないほど魅力的に思える、もうコンビニのこっちからこっちまで全部買いたい、むさぼるような欲求がやってくるんです。でもそれを捧げて、主よ、それでもイエス様を愛するっていうことをするときに、他のこの罪の束縛も自由にされていくんです。だから断食することをお勧めしたいと思います。でまず断食したら弱さが出てきます。弱さに直面します。いろんなもう自分の中の嫌な性質、イライラする性質、怒りの性質出てくるんです。でその時主が実は取り扱ってくださり、光を照らして、あなたの中に隠れたこのような罪の性質があったんだと、それを弱さの中で私の前に持ってきなさい、主が取り扱いをしてくださいます。そのようにですね、エサウがもう目の前の欲求に飛びついて、結局主の約束から外されたことのないように、皆さん、私たちは
主の御前に立つとき、暗闇に放り出され歯ぎしりして、本来与えられている約束のとこにいないということがないようにしようでありませんか。これは聖書が進めている私たちに対するチャレンジです。そのために私たちはどこに近づいているかを見る必要があります。22節、しかしあなた方はシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝宴会に近づいているのです。そうです、この報いから目を離してはなりません。なぜ清さを私たち追い求めるんでしょうか。来たるべき日に花婿なるイエス様の前に立つ時がやってくるということです。もう少ししたら終わりますので、一緒に御言葉を見ていきたいと思います。黙示録の19章、ここには花嫁の完成が記されています。黙示録の19章の6節から8節、代表してみます。また私は大群衆の声、大水の音、激しい雷鳴のようなものが、こういうのを聞いた。ハレルヤ、万物の支配者である我らの神である主は王となられた。私たちは喜び楽しみ、神を褒めたたえよう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意ができたのだから。花嫁は光り輝く清い麻布を着ることを許された。その麻布とは生徒たちの正しい行いである。皆さん、この麻布、ウェディングドレスはどのような麻布って書かれてますか。どのような衣、派手な衣ですか。清い衣です。汚れた衣でもなく、豪華な衣でもなく、聖書が言っている花嫁の衣装は清い衣である。清さです。そしてその清い衣とはちゃんと解釈されています。その麻布とは生徒たちの正しい行いである。皆さん、主は私たちの行いを見ておられます。そしてこの行いって言葉の別の訳は、主の御前での正しい身分から出てくる行いであるとも書かれているんです。良いこと何でもやったらいいのか、じゃあ本当に全部良いことやろう、それが主の心ではありません。主の御前で私たちは神の子であり、キリストの花嫁、その身分を持つとき、良い行いさえもする力を主が与えてくださいます。エペソの2章に、地上のもとに置かれる前から良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ主が備えてくださっていた。そのように書かれています。全員がホームレスに伝道するわけではありません。全員が子どものケアをするわけではありません。全員が福音を述べ伝える伝道者になるわけではありません。もちろん全ての人が、クリスチャンは福音を伝える機会が与えられています。しかし、ある人は100人、1000人、1万人に福音を述べ伝える人もいれば、ある人は2人、3人、4人、また個人的に友人に福音を伝える、そこに召されている人々もいます。何でもいいから大きな働きをしたらいいというものではありません。それぞれに主の召しがあり、それぞれに役割があり、それぞれに地のもとに置かれる前から良い行いをすることができるように、主が使命をも与えてくださっているんです。それは神の御前に私たちが正しい身分、神の子、キリストの花嫁として生きるとき、私たちの内側から聖霊様が導いてくださる行いです。そしてこの麻布とは、以前も言いました、小さな折り目の布という原文があるんです。つまり、主は私たちがした一つ一つのことを覚えてくださっています。苦難の中にありながらも涙を流し、批判する人々のために祝福を持って取りなし祈り、本当に苦しい状況の中でも主を見上げ、試練の中でもそれを耐え抜き、また人に評価されることなくても忠実に物事を続け、誰もよくやったね、本当に素晴らしい働きだと言ってくれなくても、任せられたことを成し遂げ、そして私たちが人に見えないでした一つ一つのこと、先ほどの天国に行った者の証しではありませんが、目の前にいる一人の人を愛するということ、主は全部地上で評価を受けなくても、それを細かい折り目の布のように折ってくださっているんです。そしていつの日か天に行って、その衣を見るときに私たちは気づくでしょう。ああ、あの時したトイレ掃除がこの一本の糸だった。あの時忍耐を持ってあの人のことを許したことがこの布になっている。あの時困っていた人がいた、それを助けたことがこの布になっている。あの時許せなかったけど、主を愛するがゆえに許し、そして私の心をもう本当に自由にしたこと、それがこの糸になっている。私たちはいつかその大いなる報いに気づくことになるでしょう。皆さん、そこに向かっているんです。一緒にそこに行こうでありませんか。清さを全うしようでありませんか。そして本当にいよいよ最後の最後です。この言葉を持って祈りたいと思いますけど、黙示録の22章、もう最後のこの御言葉の
聖書の一番最後に書かれている総仕上げです。黙示録の22章の10節一緒に読みたいと思います。10節11節はい。また彼は私に言った、この書の予言の言葉を封じてはいけない。時が近づいているからである。不正を行う者はますます不正を行い、汚れた者はますます汚れを行いなさい。正しい者はいよいよ正しいことを行い、聖徒はいよいよ聖なる者とされなさい。アメン。そうです。この終わりの時代には全てのことがはっきりしていきます。罪を行う者、自分を追求する者、自分を満足させる者、自分の欲望に生きる者はますますそのような生き方をし、それを追求するようになり、神を選ぶということをしなくなります。しかし主を愛する者、清さを追い求める者はますますそれが顕著に現れ、私たちとの主との親密さ、また私たちの中に働く聖霊様の御業っていうのはますます力強く表されるようになっていく。これが終わりの時代の主ご自身が分ける、その大きな分かれ目になります。今日皆さん、その分かれ目に私たちは立っていることを覚えようではありませんか。どっちを選びますか。自分の欲望になおも従って生きていきますか。それとも今日悔い改めを持って主よ、清められることを追い求めます。本当に私の生涯はこの欲望が満たされること、自分の満足のためではなく、あなたの心を満たすこと、あなたの願いのために生きていきたい、その願いを持つこと。皆さん、もう時間が本当にありません。礼拝の時間もありませんが、終わりの時代の時間ももうありません。もう時が迫っているんです。もう全世界が何かスタートの合図が鳴ったかのような、そういう音を聞きます。本当に霊的な音聞こえませんか。何か合図が鳴ってます。そしてもう私たちが思うよりもはるかに早い崩壊が全世界を包もうとしている。その中で今日主が私たちに、清さの中に入りなさい、こっちの道を選びなさい、今日がその分岐点である、そのことを心に本当に迫っておられることを感じます。これは私自身も責任が問われること、私も日々その決心が必要。一緒にこの主の清さ、キリストの花嫁 としての道、主を選ぶ、そこに今日飛び込もうではありませんか。本当に残された時間、少ない時間を皆さん無駄に過ごさないように決心しましょう。主のために生きるということを心に定めようではありませんか。お祈りし賛美したいと思います。今共に一緒に祈りたいと思いますが、ヨエル書2章の中に断食の布告が宣言されています。そしてその中で、あなた方の衣を裂くのではなく、あなたの心を引き裂き、私を求めよ、主はそのように呼びかけをしておられます。今日私たちの心を引き裂こうではありませんか。皆さん、本当にもはや悔い改めの時間が残ってない場合もあります。いつの日か私たちが悔い改めようと思ったら、もはやもうその時が過ぎ去っている。あの一杯の食物、不貧困を選び取ったエサウのように、変えてほしいと涙を流してももはや変えられない、そういう時がやってきている。今全世界で終わりのラッパが鳴り響き、主の訪れの近いということがもう宣言され始めている。そのような時に置かれています。罪が満ち溢れ、暴虐が満ち溢れる中、主は、私の花嫁は一体どこにいるのか、私の心を行う者は一体どこにいるのか、困難の中にあっても愛を行う者は一体どこにいるのか、私を愛し、自分を愛し、そして人々を愛する、その愛の中に歩む花嫁、私のところに出てきなさい。イエス様が呼んでおられることを覚えます。ぜひ皆さん、今日恐れによってではなく愛によって悔い改めることをしようではありませんか。私たちが愛によって熱心になる、愛によって清められることを願い求める、愛によって悔い改める、愛ゆえに主の御前に自分を捧げる、
それを今日決心したいと思います。それぞれの言葉で祈っていきたいと思いますが、ぜひですね、ドラムをお願いしたいと思います。もし小さな音であるなら私たちは心を引き裂くことはできません。大きな音を出すときにですね、周りの人を気にせずそれぞれの心を祈ることができます。ぜひもし、横の人が気になるなら少し離れても構いません。でも今日がチャンスです。今日が機会です。今日という時にこの機会を逃さないようにしましょう。今日私は決心します。今日あなたの側に立ちます。そのことを主の前に、今日本当に清さを追い求める、ますます清いものは清くされる、その道行きたいです。今ともに清さの元であれるイエス様、その名をですね、叫び声を持って、ぜひその後演奏をですね、音を鳴らし始めてください。もう心を引き裂いて叫び声を持って主の前に祈るということを一緒にしたいと思います。ぜひ立ち上がってください。そして ひざまずきたい方はひざまずいてください。周りの人が気になる方は移動しても構いません。共に今心を注ぎ出して主の前に祈ることをしたいと思います。共にイエス様の名を叫んでいきましょう。はい、イエス様、
感します。方向転換する機会くださっていることを感します。今という時があなたの声を聞いて私たちの心を変えるその時であることを感謝します。本当に残されている時間はわずかですが、しかしまだ残された時間、私たちが方向転換するチャンスも与えてくださってありがとうございます。どうか主よ、私個人を、目を、口を、耳を、思いを、考えを、手足、すべての私に属するものを今イエス・キリストの血潮によって清めてください。聖霊様によって新しく作り変えてください。そしてこの神の共同体、神の家族をどうかキリストの花嫁として、あなたが清い純潔を持つ者たちとして、全ての偶像礼拝を打ち砕き、私は世の楽しみも得ながらあなたも楽しむということはできません。世にもたくさんの心を注ぎながらあなたにも同時に心を注ぐことはできません。今日主への純潔、何よりもあなたの臨在を楽しみとすること、あなたの御顔を仰ぐことを喜びとすること、そこへと今一度立ち戻らさせてください。この教会はキリストの花嫁なる教会です。私が何ができるかできないかということを超え、何を得るか得てないか、どれだけ大きいか小さいか一切関係なく、願いとするところはこの教会が花嫁として主の前にシミも傷もなく純潔において清さの実を結び、そして来たるべき時、私たちが一つ花嫁として一人の花婿イエス様、あなたの御前に出てその婚姻の座につくことです。それを成し遂げることができるなら、私自身の牧会の働きも、この教会のリーダーの働きも、すべてよくやった、私の心よく成し遂げた父よ、その言葉が与えられることを覚えます。ただそれが願いです。あなたの心がなされますように、花嫁が立て上げられますように、これが聖霊様の導き、聖霊様ご自身の願いであることを覚えます。今私たちのフォーカスをもう一度真のゴールへと向けさせてください。共に賛美の中で私たちの向かうべきゴール、それを告白したいと思います。
戻ってこられるイエス様待ち望んでいます。今日から新しくイエスキリストの中にあって御霊を通し清さの歩みが私たち神の家族の中に始まっていくことを宣言します。私たちは本当に明確にこのゴールを終わりの時を見ながら主の計画の中歩んでいきます。どうか主よ、私たち自身の力は弱いですがあなたは強いです。御霊によって助け導き私たちを憐れみ完成とこの神の家族を共に導いてください。イエスキリストの名前を通してお祈りします。アーメン。感謝します。アーメン。はい、今日ですね、この宣教をサポートする23献金をですね集めてます。これは祈りの家のサポートと合わせて宣教師たちを助け、またこの祈りの家の働き人を助け、世界にの福音を述べ伝えるという働きをですねこの捧げ物を通してしています。ぜひですねこの私たちは旅人をもてなすこと、またこの惜しみなく施すこと、それを忘れてはならないと思うんですね。ヘブル人の手紙の13章に書かれていることを覚え、今主の愛の中でこの23献金に捧げたいと思います。そして私自身もぜひ皆さんこれチャレンジするだけではなくて祈りの家を建て上げる10分の1献金を私に与えられている給料の中から捧げます。またそれ以外の本当にこの生活の中で与えられているものの中から祈りの家をサポートする、それを捧げます。さらにチャレンジしてですねこの23献金においては月にも1万円を家族で捧げようと、そうすると本当にお金がどんどんなくなります。でなくなるどころか捧げれば捧げるほど与えられるということですね、経験しているんですね。それなのでぜひ皆さんこの23献金においても私たちは信仰を持ってまくということを覚えたいと願います。ぜひこの捧げる捧げ物もいつの日か天に行った時本当にその生徒たちを助けるその助けに共に立ってくれたこと、我が子よ本当にそのことあなたに感謝します。父なる神様必ずそのように言ってくださるでしょう。私たち一斉に今主の愛の中でもう一度主我を愛すっていうですね賛美をしながら自由にこの捧げ物をして、そして今日の第3礼拝終わりたいと願います。
ところで第3礼拝を終わりにしたいと思います。ありがとうございます。